作業開始から1時間、まあ、ちょっとずつ奥に入れております。まだまだ時間がかかりそうです。開始から約2時間経ちました。まあ、少しずつ開けてきました。アラサー、まあ、日本語ではグアバーです。開始約3時間が経ちました。レモンがありました。開始約3時間半が経ちました。境界線が見えました。ここが後ろの境界線になります。ヘタウスポ、リバーポーボンという名前らしいです。まあ、貴重なパラグアイのフルーツです。アンバウエウカリートの木になります。ブライルパ、ブラハイトゥ、鳥の巣です。タフイ、アリのことです。グーラ、鳥のことです。へえ、甘いです。約4時間が経ちました。今はこんな感じです。あともう少し、もうほとんど見えてきました。約5時間が経過しました。今6時間半が経過しました。7時間半が経過しました。もうだいぶ綺麗になりました。今日の作業はこれで終わりです。まあ、こんな感じでなりました。かなり疲れました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。
こちらの境界線に、柵を作っていきたいと思います。お楽しみに。